姉が海外在住で誕生日にランプを送ってくれたんだけど、自宅でそれを見た義士の娘が8歳欲しいと言い出し、義士が娘が欲しがってるからいいと持って帰ろうとするから、誕生日に海外からはるばる送ってもらった品だからと断った。すると娘が欲しい欲しいかける100&くれなきゃしぬと幼稚園児のように泣きわめき、義士は私ちゃん大人なんだからね、これ以上意地張ってもいいことないよと言い出した。2時間言い合いして夫は留守だし、根負けして折れかけた瞬間、義士娘はランプを床に叩きつけて、バーカ死ね、ざまあみろと叫び、そこに夫が帰宅してカオス。義士はいわゆる叱らない育児をする人で、一方的に私が早くくれないから悪い、子供がいないと優しさも思いやりもなくなるんだね、女として同情するわと言ったせいで、最終的に夫と義士の喧嘩になってしまった。しまっておけばよかった、迂闊だった。今更だけど叱らない育児ってかなり前からあったんだね。義士は5年前から叱らない派で、叱らないことで穏やかで落ち着きのある子になるはずなのに、ヒステリー女児になる不思議。義士が連絡してきて、あのランプやっぱり娘がどうしても欲しいって言うのよ、お姉さんに頼んで私の分と娘の分2つ送るように言ってくれない、できるだけ早く届くようにお姉さんにはうちの住所教えて構わないから、今どうせ円高だから安いんでしょ、他にも何か見繕って珍しいものがあったらお願いねと言われて、危うく喧嘩になりかけた。普段散々姉の仕事や子供がいないことをバカにしているくせに、と断ると、まだ根に持ってるの、とにかくお姉さんに電話しておいて、せっかく娘が気に入ってたのにあなたが邪魔したせいで私も娘も嫌な思いしたのに自覚ないんだねと、さらにダメ押し、もう親というよりは人間性の問題なので、娘が欲しいものなら娘のものにしていいという考えが理解できない、夫に話し、夫の反応力、夫から義士に常識考えろ弁償&謝罪しろと義士宅に連絡してもらったら、その電話に出たのが義士の夫。何も知らなかったので事情を話したら、娘と謝りに来てくれました、ランプ代も包んでくれた、お姉さんはと聞くと、ランプの経緯から義兄とも喧嘩になり実家に帰ってしまったらしい、出産育児は女のエリート、娘は生きがいと公言してたのに、なぜ娘を置いて出ていくんだ、娘は別人みたいになって大切なものを壊してごめんなさいと謝りました。義士の夫はガテン仕事、見た目もって留守がちなんでちゃんとしてなくて申し訳ないと話し、義士にも必ず謝罪に来たさせるからと帰って行ったが、さっき義士がメールでランプはもう手配した、お姉さんに私から事情を説明してあげてもいいけど、でもあなたが私と娘に謝るのが先、ことには順序があるからねと書いてあった。